YouTube に動画をアップするのにもうこれがベストだっていう書き出しの設定をやっと見つけたんで皆さんに今日はシェアしますチャンネルによって違うかもしれないですけども YouTube って今もうモバイルで見てる人多いじゃないですかスマホで見てる人ね俺のチャンネルでも6割ぐらいが モバイルからっていうことはやっぱり YouTube のその動画の書き出しの設定そのフォーマットっていうのはそのねスマホに合わせた書き出しの設定にしてあげた方がいいと思うんですよ。そこでねいろいろね自分でも試してたんですけどついにねベストな書き出しの設定を見つけました。ちなみに前までは俺 1080p で動画をアップしてました。 っていうことは1080、1080×1920 っていうアスペクトレッションっていうやつなんですよ。縦横比ですね。それがどういうふうになるかっていうと、スマホでね、表示されると、こんなふうになるんですね。これちなみに iPhone の 12V Pro Max なんですけど、最近のスマホってやっぱもう画面もでかいし、横も広いじゃないですか。するとね、まあこれはこれでね、まあダメじゃないんですよ。ダメじゃないけどね。この端のところも、 ちょっとね黒い線がね縁が入っちゃうんですよ。でこれが最適なね最近やってる書き出し方法だとどういうふうになるかっていうとこんなふうにね見てこの端っこの黒いところがもうだいぶもうギリギリのところまで来てるんですよ。よくないですかやっぱり どうせだったら、こういうね、スマホで見てくれてるユーザーのためにも、その画面目いっぱいでいい動画を見せたいじゃないですか。それがこの新しいね、今やってるアスペクトレシオなんですけど、この縦横比ですね。一般的な 1920×1080。16対9っていう縦横比なんですけども、それとはちょっと違ってね、2対1なんですよ。これがね、ベストです。 じゃあ早速ね、プレミアの中で見せていきたいと思います。これはね、おそらくね、ダヴィンチリゾルブとか、それからファイナルカットプロでもできると思います。知ってる人いたら教えてくださいね。アスペクト比の変更ですね。おそらくできると思います。それ以外のソフトウェアじゃちょっと難しいかもしれないですね。パワーディレクターとか、iMovie とかじゃちょっとできないやり方です。まず、シーケンスを作っていきます。シーケンスっていうのはまあ、そのタイムラインでね、この作業をする、どういう風な 書き出しの、ね、その形にするかっていうものなんですけどもこのファイルから新規そしてシーケンスを選びます普段俺はまあ撮影で使ってるのがキャノンの ATD で、まあ、10ATP までしか撮れないしクオリティ的にはね正直俺ね 10ATP でもいいんじゃないかなと思ってます iPhone で撮った素材は 4K で撮っておいてこの中でね一緒に作業することもあるんですけど基本的にシーケンスっていうのは 10ATP をベースにしてるんですね で、ここで選ぶのがデジタル SLR。これでいいと思います。これの 10ATP と。その中の DSLR の 10ATP の24、24フレームパーセカンドってやつですね。これを選びます。そしてこの設定っていうところに行きます。このね、設定で、ここですね。このフレームサイズ。これが 1920× 今、1080の16対9っていうものになってるんで、ここを変えます。これを960にしましょう。そしたらね、ここがもう2対1に変わりましたよね。そして、ここの下もね、一応確認してくださいね。ビデオプレビューっていうのも 1920×960。少しね、要は上と下がこうカットされたような感じになるんですよ。 でもこれはクロップではないんですね。もともとの素材は 1920×960 だけども、この上と下をちょっと切ってる感じになります。これはね、後々ね、画面のこう動画のサイズを、ね、リサイズするときなんかも意外と便利だったりするんですよ。そしてね、せっかくなんでこれを保存したいと思います。このプリセットをね。ここでプリセットの保存を選びます。そして名前をどういう名前にするか。 例えば、2-by-1-you-tube。名前はね、正直もう自分が分かれば何でもいいです。記号は使えないんでね、そこだけ気をつけてくださいね。そして、OK。はい。するとね、ここのカスタムっていうところの中にも、2-by-1-you-tube っていうのが入りました。これで、OK と。はい。すると、このシーケンスはどういうふうになってるかっていうと、 シーケンス設定から見れますね。すると19 20、1920×960 の2対1。バッチリです。そして、あとは編集が終わった後、いざ書き出しをするときなんですけど、コマンド M で、Mac の場合だったらコマンド、Windows の場合だったらコントロールね。で、書き出しの画面に行きます。そして、ここで、ビデオっていうところを選んでください。 今ね、1920×960 になってるんですけど、ここのチェックを外します。そしてここの1920っていうのを3840に変えます。すると、3840×1920。2対1っていうのは変わらないんですけど、もっと大きい画面、要は 4K になったんですね。そしてその後、下にスクロールダウンしていって、 ビットレート。どれぐらいのね、要は、綺麗さかっていうことなんですけど、これがおそらく7になってると思うんで、これも目一杯一番上まで上げましょう。20まで上げましょう。これはね、なんでこういう風にするかっていうと、YouTube に動画をアップするじゃないですか。でね、これ前にも動画にしたんですけど、まだ見てない人は見てくださいね。YouTube って、そのチャンネルのこうパワーっていうのを見てるっぽいんですよ。 でね、このチャンネルのパワーっていうのが要は勢いがある、もうすごい成長してる大きいチャンネルとかだったら、YouTube にアップした動画っていうのは、YouTube の中で、まあ、コーデックっていう、まあ、その動画をどういうふ、ね、うに処理するか、表示させるかっていう、まあそんなものがあるんですけど、それがね、AVC1 ってやつなんですよ、普通はね。それが、もうチャンネルのパワーがあるものだったらね、その、そのチャンネルからアップした動画だったら、 VP09 っていうね、もうちょっとね、画質がいいやつになるんですよ。だからね、結構ね、もう有名なチャンネルとか大きいチャンネルの動画ってちょっと見た目は綺麗だなと思ったりすることもあると思うんですよ。でもね、チャンネルのパワーがそこまでなかったとしても、アップロードする動画が 1080p じゃなくて 2K 以上であれば、そしたらね、この VP09 っていうのが使えるんですよ。そしてこの VP09 のメリットっていうのは、 もちろんね、動画が若干綺麗なんですよね。そして、ビットレート。このビットレート、この、要は質みたいなもんですね。これも、1080p よりも 4K で設定してた方が、今みたいにね、3840と言ったらもう 4K の幅、サイズですよね。これに設定してあげると、ビットレートをもっと高いところまで設定してあげて、YouTube もこう受け入れることができるんですよ。1080p だったらね、確かね、 10とか15とかそれぐらいマックスだったと思うんですけど、4K だったらね、もっと高いビットレートのものも受け付けてくれる。まあ結果、VP09 のクオリティが高いっていうかね、見た目がちょっとでも綺麗な動画になるわけです。まあそんな理由でね、ビットレートも20まで思いっきり上げられるっていうことですね。そして、これプレミアプロだけの話なんですけど、エフェクトのところから、 ルミテ i ルクラッ E ってやつですね。これをチェックして、そして、ラットをここで選びましょう。これの理由もね、前動画にしてるんで、まだわからない人が、見たことがない人いたらね、ぜひ見てみてください。ここでこの QT ーティ m ン c o m p ン n s a t i ってやつを選びます。はい。するとね、こんな感じで画面ってちょっとね、暗くなるんですよ。 で、ここは適用がなしになっちゃうんですけど、これで OK です。ここチェックが入って、ここがなしになって、この画面がね、プレビューの画面がちょっと暗くなっていれば OK です。そしてあとは最高レンダリングの仕様、ここにね、チェック入れて、そして書き出し。すると 4K の動画で書き出されて、3840×1920、2対1のアスペクトレシオで書き出しされるわけです。するとさっき見せたみたいに、 iPhone の画面とかね、スマホの画面ではもう横いっぱいいっぱい使ってくれるんですよ。そして、まあ Mac とか、あとは、まあ、テレビとかね、そういう画面で見たときって、こうシネマチックに見える動画みたいな感じで、エフェクトでね、上と下をこう黒帯入れたりするじゃないですか。これもね、ちょっとわからない人、前動画にしてるんでね、なんか宣伝ばっかりしてるようだけど、もしまだね、見てない人いたら見てみてください。こういうね、擬似的な あの上下の黒帯使ったりするんですけどもそれを使わなくても普通の Mac とかテレビで見てる人っていうのはね上下にね若干黒帯が入って見れるんですよこれちょっと良くないですかこれがねちょっと今日シェアしたかった YouTube にも今時点で最適だと思う書き出し設定ですなるほどねって思いましたじゃあ高評価お願いしときますね そしたらね、まだね、この快適な、最適な書き出し設定っていうのを知らない人のもとにも YouTube がこの動画をね、プッシュしておすすめしてくれるんで、お願いしておきます。じゃあ、次の動画で会いましょうね。じゃあね、Peace out! 皆さん、書き出し設定ってどうしてます天然 TP で言ってますかそれとも 4K で言ってますか最近はね、もう俺はもうさっきシェアしたみたいに、 もう今のこのかけ書き出し設定で、まあ 4K。4K って言ってもこれね、疑似的な 4K なんですけど、でもね、動画のクオリティってね、こっちの方がいいんですよ。まあでもその分ね、ファイルのサイズは正直大きくなります。なので、まあ、どっちをね、取るか次第ですね、ファイルサイズをちっちゃくやりたいという人だったら1 0 t p のままの方がいいかもしれないし。でもそれでも 1920×1080 じゃなくて960の アスペクトレシオ、今日説明したやつね。それで設定してあげると、やっぱ2対1になるんで、すると、スマホで見たときにもね、端までいっぱいいっぱい使える、いい動画のアスペクトレシオとして書き出しができると思います。コメントでよかったらね、4K で書き出してるのか、それとも1 0 a t p で書き出してるのか、教えてください。じゃあまた次の動画で会いましょうね。じゃあね、ピーサア